ちらだが、どうぞ。聞こえてる。状況は？国連本部の敷地内でブリスの目撃情報を確認したわ。忌々しいタレットと防御設備に守られて連合総会会議場にこもってる。ああ、それとヘリによる航空支援まであるわ。でも少なくとも奴が中にいるとベニテスに伝えられるわね。了解。上に報告する。ここが正念場だ。 LMB が最後の拠点として選んだのは島内で最も予想外の場所、国連本部だ。連中を追い出す厳格な決議が採択されることはないから、俺たちがやるしかねえ。私たちは奴らの通信を傍受し施設を見張っている。ブリス中佐がここを最後の戦場に選んだのは間違いない。領事館から連れ出したロシア人科学者のチェルネンコもまだ捕らえられているはずだ。ブリスを始末すれば蛇の頭を切り落としたようなものだ。あそこを奪えば奴らに逃げる場所はない。ベニテス隊長の部隊が LMB の守備拠点を攻撃する。奴らの注意をそらしている間にあなたは防衛線を突破して中からタレットを停止して、その後主力部隊が攻撃を開始し、ブリスは逃げ場を失う。全てあなたにかかってる。から国連本部を奪還するには、あんたがまず敵の防衛線を突破して中に入る必要がある。部下に攻撃させて見張りの注意をこっちに引く。その間に突破すれば中に突入できるはずだ。やあエージェント。いい？これが爆薬だ。すぐに使える。30センチのコンクリートに穴を開けられる。中で会おう。偵察隊によると発電所安全よ。誰も戻っていない。準備は全て整った。あとはあんたが合図するだけだ。南ゲートを片付ければ攻撃を開始する。5G があったらな。準備はいいな。巡査部長、ここでケリをつけます。すぐそばに国連本部の真下のトンネルに通じる道がある。トンネルに入って北に180メートル進んだところが突入地点だ。部隊を離れていけ。行くんだ。コテンパンにやられてるぞ。時間がかかりすぎている。タレットを奪ってメインゲートを開けるんだ。急げ。あそこから引きずり出すぞ。味方がやられた。ヤツを排除しろ。中庭は心配いらない。 JTF が対処する。会議場に向かえ。標的はブリスだ。急いで片付けるんだ。ブリスが最優先の標的だけど、キーナーとロシア人もまだ建物内にいる。 JTF 部隊に捜索を命じてあるけど、もし彼らを見かけたらためらう必要はない。
リスと LMB は終わった。免疫学者もここから連れていく。現地でディビジョンの要員と交戦し、かく乱しろ。後でお知らせ。了解。了解しました。聞いてくれ。ブリスが無線通信を始めた。居場所を突き止めようとしてるところだ。繋いでやる。嘘つきのアルン・キーナーに裏切られた。壁を守っている者以外は全員あの裏切り者と同行しているロシア人を追え。敷地内から生きて出すな。分かったな。壁はすでにありません。 JTF は建物内に侵入しています。ヘリを準備したので直ちに脱出してください。なんだと。分かった、すぐ行く。よし、連合総会会議場だ。行け。隊長、本艦の上にヘリを確認しました。ブリスに違いねえ。クソ、逃がしたか。エージェント、ブリスは逃がしたが、指揮官がまだ会議場にいるかもしれない。現場に行って戦ってくれ。調べて確認した方がいいな。よし、まだ建物内に LMB がいる。次は割り込んで済まない。隊長、エージェント、この部屋には LMB が持つマンハッタンの情報がある。端末を見つけたら全てダウンロードして。知らない情報があるかもしれない。確かにそうした方がいいな。興味深いデータがたくさんある。LMB はあらゆる人々を監視していたようね。何かおかしい。すぐにローズに分析させよう。残りの LMB も逃走し始めた。戦いは終わったも同然だ。中庭の仲間に合流してくれ。次の手を考えよう。まだ調べ終えていないが、残った LMB 部隊は降伏した。これで国連本部を制圧できた。ブリスのことは惜しかった。あのクズのヘリを最後に見たときは全速力で南に向かっていた。おそらく長官、これは驚いたな。中庭に敵のヘリだ。全員直ちに避難しろ。あのヘリがタレットのマスターコントロールを破壊した。だが各タレットにたどり着ければ手動で再調整できるはずだ。奴に後悔させてやれ。あの思い上がった野郎を撃ち落とせ。このエージェント、まだあれがどんな性能のものなのかわからない。脅かしてた最後の組織のトップを始末した。楽な道のりじゃなかった。それに多くの尊い命を失ったが、 LMB の屋台骨を折ったんだ。ブリスがいなければ町を巡回して人々に仲間になるか死ねと脅す者もいなくなる。奴らの部隊はまだ残っている。だが指導者を失った今となっては俺らの敵じゃないだろうな。ついにここまで来たな、エージェント。私たちかなりいいチームになったと思う。この町のために多くの仕事をした。人々の予想を超えて。でもこれでハッピーエンドじゃないことはわかるわね。私たちの本命、裏切り者の殺人者アーロン・キーナーはまだ自由の身でチェルネンコを捕らえている。今度キーナーのファイルを読んでおいて。かなり興味深い。それにアマーストの居場所もわからない。他に何か企んでいるかどうかも。でも望みはある。ドクター・カンデルが DCD にワクチンを開発させてる。
あなたは LMB、クリーナーズ、そしてライカーズにも大きな打撃を与えた。約束通り街を取り戻したけど、まだ終わりじゃない。ダークゾーンがある限り仕事は残っている。でもやっと街の救済に近づいている。それと一緒にもっと大きなものにも。第2波もなかなかやるでしょ、そう思わない？確認、未確認の SHD テックビーコンを発見。注意、測定値によると付近にエコーが存在。いや、私はアーロン・キーナー、第一波のはぐれ者だ。本来なら直接話すんだが、お前の動きが読めない。ラウが監視してる時のお前と高速がない時のお前は全く違う方向に進む。面白い矛盾だなあ。本心では分かっているんだろう。法や政府の古いルールは全部ブラックフライデーに消え去った。しかしどうしようもない PMC や囚人、必要なものを手に入れられる賢い奴らは生き残る。そしてこの俺も生き残る。お前も生き残れるだろうが、制約がある。任務だ。両親がお前をダメにしている。よく考えろ。誰がお前に命令を下す権利がある？周囲を壁で囲ったダークゾーンを維持するためにどれだけのエージェントが死んだと思う？信じられないか？自分の目で確かめろ。お前が誰のために動いているかは今問題じゃない。アマーストはゲームのルールを変え、俺は勝ち筋を見出した。チェルネンコを手中にして DNA プリンターと興味深いレシピも手に入れた。俺自身のルールを作っていく。一緒にやることを考えておけよ。じゃあな。エージェント、あなたが研究所で見つけた情報は大当たりだったわ。これで対処方法が見つかるかもしれない。でも実は他にも情報がある。墓場からの声、アマーストの話を聞いて。結論は急げないけど、一つの大きな進展はあったわ。あなたのおかげでドルインフルの遺伝的不動をマッピングできたの。それにアマーストがウイルスの強化用に追加した DNA も全て識別できた。あなたが生存者から採取してくれたサンプルのおかげで我らがスーパーウイルスの抗体をついに入手できたの。それでワクチン開発の目処も立ったわ。これよ、とくとご覧あれ。普通なら私が開発チームの先頭に立つんだけど、アナーバーの方が設備は整ってるし、それに私はここであなたの相手をしなきゃいけないし。まあいいわ、ここにもやることは山ほどある。それにきっとまだチェルネンコやアマーストが野放しになってて、イカれたやつがいけない質問をするかもしれない。それは絶対阻止して、お願い。ドクター・カンデル、至急回復期病棟へ。ドクター・カンデル。やるべきことはたくさん。ねえ、こんな危機が再び起こったらおしまいよ。頼んだわ。ダークゾーンが壁で閉ざされてるのには理由がある。
汚染があまりにひどく、私たちも LMB も他の誰もとどまることができなかった。今ではどの勢力にも属さない地区になってる。各勢力から逃れるためならウイルスに感染してもいいなんて人間で溢れてる。壁の中で起きることにろくなことはない。あんたの力になる。バイオハザード警告、汚染村に侵入。通信障害発生、近接通信のみ有効になります。通知、電源供給が中断されます。バックアップを起動、システム再起動。エージェント、ダークゾーンでは注意して。ローグエージェントの残党がいるかもしれない。注意しろエージェント、忘れずに。注意、ダークゾーンに入ります。